岸優太藤原博士レシピリミックスが凄す,すぎる音楽シーンに衝撃を与えたコラボの真実岩ン・ユタのレシピが藤原宏の手によって進化音楽界の巨匠が見せるリミックスの力岸ユ太タの才能と音楽に対する情熱はこれまでも多くのファンに愛され続けてきましたが今回の「レシピ」という楽曲を通じて 彼の音楽的な成長と探求が一層明確に示されました。そして、藤原宏という音楽界の巨匠がその楽曲をリミックスしたことで、新たな波が音楽シーンに生まれました。この2人のコラボレーションがいかにして生まれ、ファンにどのような影響を与えたのかを考察することは、音楽そのものの力や、その背後にある人間関係、創造性について深く理解するための重要な鍵となります。まず、 キシユタというアーティストについて考えてみると、彼は多彩なパフォーマーであり、これまでのキャリアを通じて俳優、アイドル、そして音楽プロデューサーとしての顔を持っています。特に、レシピは、彼がセルフプロデュースし、作曲、編曲に携わった初のソロ楽曲であり、自身の音楽的なビジョンを明確に表現した作品です。この曲には、彼の感情や思いが織り込まれており、 ファンにとっても彼の新しい一面を知る貴重な機会となりました。楽曲自体は、耳に心地よいメロディーと騎士の柔らかい歌声が印象的で、彼の音楽的な成長を象徴するものとして評価されています。そんなレシピに、音楽プロデューサーであり、ファッションやカルチャーの世界でもカリスマ的存在として知られる藤原宏が手を加えたことは、まさに驚きでした。藤原宏は、 これまでにも多くのアーティストとのコラボレーションを通じて、新たな音楽スタイルを生み出してきたことで知られていますが、彼が騎士の楽曲に注目し、自らリミックスを手掛けたという事実は、音楽ファンにとっても衝撃的な出来事でした。X、旧 Twitter や SNS 上でファンが驚きを隠せなかったのも納得できることです。藤原が手がけたリミックスは、ガン・ユータの「レシピとミニ」、リパートンの名曲、 ラビン一重引用浮遊を融合させたもので特にレゲエ風のアレンジが施されている点がユニークです原曲のレシピはどちらかというと穏やかでリラックスした雰囲気を持っていますが藤原の手によってさらにチルな要素が強調され聴き手の心をさらに深く包み込む仕上がりになっていますこの新たなアレンジによって騎士の歌声とみにリパートンの美しいメロディーが見事に溶け合い 新しい音楽的体験を提供してくれるのです。また、興味深いのは、このリミックスがただ単に異なる楽曲を混ぜ合わせたという以上の意味を持っている点です。藤原博が手がけたこの作品は、音楽そのものの力を超えて、異なる時代や文化、音楽ジャンルがどのように共存し、新しい形で再解釈されうるかを示しています。ミニー、リパートンの ラビン一重引用浮遊は、1970年代のアメリカ音楽を代表する一曲であり、時代を超えて愛され続けている楽曲です。それに対して、ガン・ユータの「レシピ」は現代日本の若手アーティストが自身の思いを込めて作り上げた楽曲です。こうした異なる背景を持つ楽曲が、一つのリミックスとして融合したことで、全く新しい音楽的価値が生まれました。さらに、 リミックスという手法自体も音楽における重要な創造的プロセスであり単なる再編ではなくオリジナル曲に新たな命を吹き込む役割を果たしていますこの点で藤原博史はただのプロデューサーではなく音楽の再創造者であると言えるでしょう彼がレシピに手を加えたことでこの楽曲は単なる一つの曲以上のものに進化しファンにとっては新たな視点で楽曲を楽しむきっかけとなりました ファンからの反応も、まさか藤原宏が岸優太の曲に目をつけるとは思わなかった、という驚きや、このリミックスは事件だ、という喜びの声が多く寄せられ、特に藤原宏のカリスマ性とガン・太の才能が融合した点に感動するコメントが相次いでいます。このコラボレーションがもたらす影響は、単に音楽ファンの間だけにとどまりません。音楽業界全体に対しても、 新たなトレンドや可能性を示唆するものとして重要な意義を持っています。若手アーティストとベテランプロデューサーが互いの持ち味を生かしてコラボレーションすることで、新しいスタイルや音楽的アプローチが生まれるという流れは、今後さらに加速していくかもしれません。特に、藤原寛のような影響力のあるプロデューサーが若手アーティストに注目し、彼らの作品をリミックスするという動きは、他のアーティストにも波及効果をもたらすでしょう。 岸優太にとっってても、このコラボレーションは大きな意味を持っています。彼がこれまで築いてきたキャリアや音楽的なスタイルが藤原宏という音楽界の巨人によって認められたことは彼の将来に対する期待を一層高める要素となるでしょう。今後、岸がどのような方向性で音楽活動を展開していくのか、そしてこのリミックスが彼にどのような影響を与えるのか、ファンや音楽関係者にとっても非常に興味深いポイントです。 岸優太と藤原宏のコラボレーションは、単なる音楽的イベントとして以上に、双方にとって新たな挑戦であり、成長の機会でもありました。この、レシピ×ラビン一重引用浮遊のリミックスは、岸優太がプロデューサーや作曲家としての才能を示す一方で、藤原宏が彼の音楽にどのように新しい命を吹き込んだかを象徴しています。藤原宏のリミックスは単に原曲を変えるのではなく、 騎士の音楽的アイデンティティを尊重しつつ、それをさらに進化させる役割を果たしました。こうしたリミックスの成功は、今後ガン・ユータが音楽的にどのように発展していくかを示唆するものです。特に注目すべきは、今回のリミックスが騎士の音楽キャリアにどのような影響を与えるかという点です。彼はこれまでアイドルグループの一員として活躍してきましたが、ソロアーティストとしての活動は新たな挑戦でもありました。 このレシピがファンの間で非常に高く評価されていることからもわかるように、岸のソロ活動には大きな可能性が秘められています。ファンは彼の個性的な音楽スタイルを楽しんでおり、今後も彼がさらに新しい楽曲を発表するたびに、その成長を楽しみにしていることがうかがえます。また、藤原宏とのコラボレーションが持つ文化的な意味も無視できません。藤原は音楽だけでなく、ファッションやデザイン、 さらににはサブカルチャー全般に影響を与えてきた人物です彼の存在が騎士の音楽に加わることで、騎士雄太という存在自体が新しい文化的な文脈で語られるようになったと言えるでしょう。これにより、彼は単なるアーティストとしてだけでなく、新しいカルチャーアイコンとしての地位を築きつつあります。藤原弘がその門を開いたと言えるかもしれません。このリミックスの発表後、 ファンやメディアからの反応も非常に大きなものとなりました。特にエイクス、旧ツイッターでは、まさか藤原宏が岸優太の曲に注目するとは思わなかったといった驚きの声や、このリミックスは歴史的だという賛辞が多く寄せられました。この反応は、岸の楽曲、レシピがどれだけ多くの人々に影響を与えているかを物語っています。また、藤原宏がリミックスすることで、楽曲がより広い層に届き、 新しいリスナーを獲得するきっかけともなったでしょう。ファンにとっても、藤原宏という大物とのコラボは岩優太のキャリアをさらに広げる重要な一歩であると感じられたに違いありません。このコラボレーションが今後の音楽シーンに与える影響も興味深いところです。藤原宏が岸優太という若手アーティストに注目したことで、今後他のベテランアーティストが若手とのコラボレーションを進めるケースが増えるかもしれません。これにより、 新しい音楽スタイルやトレンドが生まれる可能性が高まりままりす。ま、たこうした世代を超えたコラボレーションは音楽業界全体に新たな刺激を与えることになるでしょうまとめると岸優太と藤原寛のコラボレーションはただのリミックス以上の意義を持ち音楽シーンに新たな波を起こしましたファンにとっては馴染みのある楽曲が新たな形でよみがえりさらに深い感動を与えるものとなりました また、異なる世代や文化を超えて音楽が融合するという現象は、これからの音楽の未来に対しても大きな示唆を含んでいます。このリミックスが今後、どのような形で影響を広げていくのか、そして岸優太が次にどのような挑戦をするのか、目が離せません。